ダル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 ヤジハルカスクワットです。お2人だね。なんか初めましてだね。こんなことあるんだ。ね、なんか人数不足か。うん、気まずい。いや気まずいけど、俺はやったるよマジで。日頃の恨みをここで晴らすよ。俺も晴らしてやるわマジで。こいつぶっ飛ばしてやりたいと思います。ということで第4回録音大喜利。はい、やってまいりました。はいはい、大好評ということでね、録音大喜利やってまいりましたけども。カズさんが戦力外になり、うん、で参加するメンバーがもう僕とはるかしかいなくなったので2人でやっていきたいと思います。はい、やったるよ。そうで、せっかく2人なんで、うん、ちょっと今日はバトル形式にしてやりたいと思います、はい、正面で向かい合って相手のことを多く吹かした方が勝ちっていうルールで、今日は録音した声だけで大喜利回答していきたいと思います。よっしゃー、それでは早速やっていきましょう。せーの、やスクワット。うわぁ、ラーメンの匂いするレップ。え、画角、お互いのチェックしてこうね。はい。甘辛モンスター。いいですか？甘辛モンスター。いや、初の画角だね。初だね。なんか嬉しいなぁ。それでは、はい。こちらこそ。参ります。はい。対バンじゃ、やっとるでぇ。ああ。ヒゲポーズ、ヤジ、バーサス、金髪、タンクトップ、はるかの、一騎打ちです。金髪カンパニーを背負って。それでは、乾杯。ウィッヘヘヘヘやってるかな、マジで。俺がさっきラーメン屋でやったの根に持ってるやん。乾杯してあげなかったこと根に持ってるやん。問題です。サンシャイン池崎が改名しました。どんな名前？回答できるのは1問につき1人、1回答のみとなっておりますので、十分選んでからお答えください。ふんふん。それでは、ヤジさんの回答。サンシャイン池崎が改名しました。どんな名前？ケミカル X。ケミカル X。なんでそんなの録音してんの？あれね、パワーパフガールズ作る時の最後の薬ね。あ、そうだね。そしてケミカル X。ヤジさんが一本選手と。はい、じゃ続いて、アイカさんの回答です。サンシャイン池崎が改名しました。どんな名前？ケイティプリンセス。もういい。よっしゃ、ケイティプリンセス。よっしゃ、今ケイティプリンセスとはで出てるよ。あー、悪いね、編集の皆さんね。ケイティプリンセス悪いね。誰がわかんだよ、マジで。もらったね、もらったね。それでは、続いての問題です。団子三兄弟の次男の口癖とは？はい、団子三兄弟の次男の口癖とは？ゴリッゴリのゴリラ。耐えましたね、耐えましたね。はい、それでは団子三兄弟の次男の口癖とは？すいません。お前の男じゃねえ。おい。男の声が来ると思ったかぼそい女の子の声が聞こえてきた。やったなお前。シャインマスカットのお団子です。これこれシャインマスカットのどうもお団子。なんで団子三兄弟の口癖が字なのかな。出たな。なんだっけ、のどかちゃん、のどかちゃん、シャインマスカットのお団子。ずるい。すげえ団子問題、助かるわ。団子問題助けてたんだよ。声が全く違ったもん、最初から。でもこの問題はヤジさんの勝利ということで。余裕余裕、俺の声じゃねえけど。ちょっとね、ちょっとずるいかもしれないですけどね。まあ、続いての問題です。妹の引き出しを開けた兄が驚きました。一体何が入っていた？じゃあヤジからで。それでヤジさんの回答です。妹のひたきいいって。おい、いいってそこでの笑い。やられたな。そんなところに落とし穴があるとは。やられたな。じゃあ俺の1ポイント入ってるんかい。ヤジさんの回答です。妹の引き出しを開けた兄が驚きました。一体何が入っていた？フィリピン人。どうやって入れたんだよ。入るか。ということで、はるかさん耐えましたね。
妹の引き出しを開けた兄が驚きました。一体何が入っていた。伝次郎先生の入れ歯。あの人入れ歯だったの。危ねえ。ということでね、はるかさんの一本ということで。そんなんか良くないよな、はるかの回答って。続いての問題です。世にも恐ろしい痴漢の撃退方法とは。はい、それではるかさんの回答です。世にも恐ろしい痴漢の撃退方法とは。タンバリンを鳴らす。できるか、撃退できるか。そんなんで電車で捕まれたらタンバリンシャ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 ン。結局駅員さんとか来てくれる。楽しんでる人だと思われる。はい、それではヤツさんの回答です。世にも恐ろしい痴漢の撃退方法とは。ビキニ姿のおぎまま。そもそもしねえよ。何倒せそうだな。ビキニ姿のおぎままを用意するってこと。そう。用意すんの。やっぱビキニ姿見たいからね。耐えられなかったわ。想像したら耐えられなかったわ全然。で今回もドローということでね、いい勝負ですね本当に。お互い引かないですね。問題です。広瀬すずの秘密を教えてください。はい、はるかさんの回答です。広瀬すずの秘密を教えてください。君の膵臓をオリーブでさっと炒めて食べたい。お前さ、絶対今じゃないだろ。絶対今じゃないって。その回答違うだろ、ね、いやすごいね広瀬すずって。そんなにすごいね広瀬すず。はい、それではヤジさんの回答です。広瀬すずの秘密を教えてください。ヘビースモー取り。ちょっと待脳がバグった。これも一緒。どっちだ。ヘビースモー取りなんだ。ヘビースモー取りでしたね。うわー、行かれた。スモーカーだと思ってるよ。視聴者全員ヘビースモーカーだと思って。うわー、やられた今。ってことでまたまたドローということで。いや、これやばいな。さあ、続いての問題です。事故物件の楽しい過ごし方を教えてください。はい、事故物件の楽しい過ごし方を教えてください。朝食からピザ行く。いっぱい食べるので。はい、それでははるかさんの回答です。事故物件の楽しい過ごし方を教えてください。信号機の墓参り。なんなんそれマジで。意味を教えてくれよマジで。信号に墓ある。意味がわからんじゃんマジで。もうだって要素墓だけじゃん。心霊スポットと墓だけのつながりで戦ってきた。やべ、危ねえ。はい、続いての問題です。全米が涙した映画のタイトルとは。お、それでははるかさんの回答です。全米が涙した映画のタイトルとは。千と千尋のブラ外し。お前さ、やっぱやってるね。見てめちゃくちゃ見て。いや、見たいね。めちゃくちゃ見たい。とても興味がある。その映画。いやいいな。全米が涙したんだ。見たいな。はい、それではヤジさんの回答です。全米が涙した映画のタイトルとは。 F カップ。サブタイトルね。千と千尋のブラハズシのサブタイトル。F カップ。千と千尋のブラハズシ F カップでしたサブタイトルで。めっちゃ繋げてくるじゃん。なんで皿持ってんの。続いての問題です。この警官ちゃんと働いてないな。一体どうして。もう言います。この警官ちゃんと働いてない。一体どうして。足上げてしょんべんした。もう警官とかじゃなくてさ、もう人としてやばい。犬みたいに足上げてしょんべんした。それではヤジさんの回答です。この警官ちゃんと働いてないな。一体どうして。あだ名
しめじ知らんけどね、働いてるか働いてないかは知らんけど、確かにしめじってあのやつは働いてないな。そう呼ばれてるらしいよ。何してそう呼ばれるようになったの。知らないけど、しめじやられたな、これは。耐える気なかった。終了です。なかなかいい勝負でした、ね、白熱したの。すごい、今日もリュックにいっぱい入れてきたね。パンパンに入ってたね。そうだな。まあ、大野氏も結構入ってたから。まあ、俺結構荷物持ってきたよ。思ったよりやられたな、今日ね。いいな、いい戦いできたよ、今日。やられたな。結果あるんですか。はい、結果なんですけど、まあ、はい、全部で11問、はい、まあ、カットしたのも多分あるんですけど、11問今回やったんですけど、はい、それが結果です。勝者はヤジさんでした。あ、違う、俺じゃない。びっくりした、今。勝者はヤジさんです。びっくりした今。怖っ。自信のままによっしゃーって言ってたけどね。怖い、今俺バーって来た瞬間に目の前にガッツポーズ。あれ、間違えた俺と思って。いやー、リアクション間違えたね。びっくりした。いや、ありがとうございます。怖いね。ありがとうございます。まあ、これがあのバズってる頃には週4でこれ出してる。週4でこれやるっていうね。ぜひとも皆さん、共有と拡散の方よろしくお願いします。以上、スクワッド、録音大喜利でした。バイバーイ。どっちに疲れてるか分かんないけど、さっちあっち行っちゃった。スクワッド、スクワッド、チャンネル登録よろしくね。